LAX. That's our airport. 空港に着きました。今からチェックインをします。デューティーフリーのお店がいっぱい並んでます。今やっとチェックインをして入ってきました。朝発見。朝コーヒー飲んでなかったので。コーヒー飲みます。まろう。あとでここ見たいな、デューティーフリー。から今からちょっと軽く何か見つけて食べようと思います。ちなみにコーヒーはさっきからのスタバでアメリカーノを買いました。いつもと一緒、アメリカーノのアーモンドミルク割りです。アメリカ最後のご飯はパンダエクスプレスですか？ Yes. パンダエクスプレスにします。これを出しました。チキン祭りです。照り焼きチキン、カンパオチキン、オレンジチキン、チャウミンをダブルでしてもらいました。これで15ドルかな？悪くないと思う。はい、エイちゃんも一緒に食べない？おいしい？早速喧嘩しようらすっちゃけど。でも早く来そうってよかったよね。結構余裕やね。なんだかんだバタバタはしてるけど。チェックインカウンターとか混んでなかったよ。うんうん。レイカ最初の人だったじゃない？2人くらい。あ、2人。あ、そうね。もう並んでるかな、じゃあ今ね。絶対多いと思う。あと宇宙とか並ばなくていいようにまたさらにお金払ったらしかった。そうなんだ。チェックインしてて、チェックインの通知からしかできんやん。うん、あ、そうね、24時間前とかできるもんね、普通。え、それ払ったら前にしてくれる。エクスプレス代みたいなのがあります。そんなことあるんだ、今。じゃあ私たちラッキーやったね。セキュリティもラッキーじゃなかった？ねえ、並んでたよね、だって。でも私たちだけなんかこっちいいよって言って並ばなくていいところに連れてってくれて、もうすんなりと。あ、信じられんね、日本に行くって。まだずっと子供たちがまだ信じられないって言ってた。今、デューティーフリーでーす。セリーヌさんから500ドル以上ならね、100ドル戻ってくるっていうのをやってるみたいですよ、今。ゲートに到着です。まだあと1時間ね、あるんですけど、しかもなんかちょっとリレーになっちゃって、11時10分の出発になってます。キーちゃんは疲れてます。キーちゃん頑張って。飛行機でたくさん寝れるからね。ソビーもエアプレーン見てみよう。ほら、大きいよ。すごいね。大きい。大きいね。それはね、違うよ。 Love you. Love yourself. Bye. Bye. Talk to you later. Okay, guess I'll sleep on the plane. This is mama.I know. Love you. Love you. You're getting on the airplane? Yeah. You excited? Yeah. Normally, an oxygen will be supplied automatically.大丈夫よ。しっかり捕まって。皆様お待たせいたしました。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトはねじれや緩みがないように腰の低い位置でお締めでしょうか。またシートベルト締まってる。タブレットは元の位置にお戻しでしょうか。もう一度お確かめください。お子様のシートベルトも合わせてご確認ください。 Thank you for waiting all passengers. We will be taking off shortly. Please check again if your seat belt is securely fastened without twisting and loosening, and your seat belt is securely fastened as well. Thank you.Yeah!
見せて、ソフィーちゃん、これ。これはターゲットで買ったので。まで行って、そこからタクシーでホテルに行きます。なんて？Why are they so small? 日本の車ちっちゃいでしょ。かわいいやろ。But they're very, very perfect size though. I noticed that Japanese cars are different because normally in America, our steering wheels in American cars are on the left side instead of the right side.あれから本当にいろんなことが起きたんですけど、バスに乗って東京駅まで行って、そこからタクシーに乗ってやっとホテルまで着いたんですけども、もう本当にもういろ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 あっちゃって、っていうのもキイちゃんが携帯をなくし、でソフィーがバックパック、持ってきてたバックパックのを成田から東京駅まで乗ったバスの中に、多分キイちゃんもなんだっけ、 Find my iPhone だったっけ、
で見つけたらね、どうやらバスの中にあるみたいで、でバス会社に電話したら、明日の朝の9時以降だったら必ずもう忘れ物をね届けてあるからね、そしたら分かるよって教えてくれて、でもこの時点では今日はもう何もできることがないので、もう諦めるんですけれども、まあ、せっかくもうさ、こんなことがあってもせっかくお金を払ってここまで来てるので、楽しみに3泊4日とかしか東京いないし、今日は夜銀座に行こうって予定をしてたので行こうと思います。で妹たちは1階下のフロアで、私たちがだから同じフロアに部屋を取れなかったのが残念なんですけど、もうね二ほどきしちゃって汚くなっちゃってるんですけど、今回私たちがこの東京のホテルで泊まっているホテルはニューサンのホテルって言って、ミリタリーのホテルなんですね。ここから銀座もそんな遠くなさそうなので、まあタクシーに乗って行こうと思います。でソフィーちゃんが起き次第行こうと思います。もう実はちょっとディナーを食べて帰ってきたんですけれども、すごい疲れてて、ソフィーちゃんの髪だけ。今ね、子供たちはシャワーを浴びました。銀座は子供たちとプラプラして、寿司三昧でお寿司を食べて帰ってきました。初日に無茶をしてしまって、もう疲れただけの夜になってしまっちゃったんですけど。で、まあこんな感じで明日はディズニーシーに行くんですけれども、でその後一日また東京で過ごしてから長崎に行くんですけど、まあっていう感じで、はい、サビちゃんまで、はい、っていう感じで、東京の後家族に会うことになっているので楽しみです。でソフィーは以前もお話しした通り1歳の時に行ったきりなので記憶がもうなかったので、もう初めての日本っていう感じで見るもの全てが物珍しかったようで、一つ一つに釘付けになってました。何が一番すごいと思った？ Everything。 そっかそっか。でも何もかもが違うもんね。私も日本で育ったとはいえ、久しぶりにこうやって日本に帰ってきて、まあ東京は地元じゃないので私も見るもの全てがわーって感じなんですけれども、実は私去年ちょっと帰国してたんですけれども、まあ、3日間とかいう滞在であまり日本をね堪能してなかったので、日本がどんな状況っていうのは分かってなかったんですけれども、でもなんかそれでもなんかこの1年でいろんなことがすごい変わってるなっていう風に感じました。なんか銀座に行ったんですけれども、外国人の方がすごく多くて、で店員さんも外国人慣れをされているなっていう印象だったのと、全てがキャッシュレスだっていうのもすごいアメリカみたいだなと思って、それもなんかまあキャッシュレスって私たちがもうアメリカでまさにそういうもうタップタップタップっていう感じでお会計をしていく生活なので、それはすごいありがたいなっていうふうに思ってて、久しぶりの日本なので楽しんでいけたらいいなって思うんですけれども、なんせこの猛暑もあってした感覚はわこれ懐かしいなって思ったとの同時に、あ大丈夫かなってちょっと不安になったんだけど、夜すごい風が吹いて気持ちよかったので、まだ夜ならいい感じ、お散歩もねできるかなと思って、もしかしたら明日ディズニーシーは午後から夜にかけて行くかなっていうか、もう一日っていうのはちょっともうさすがにもう、ね、疲れと時差ボケがある子供たちには本当かわいそうかなと思うので、なんかその新しいエリアとかもね、でねせっかくだったら行かせてあげたかったけど、でもなんか結構ね妹と話したり調べてたりすると結構大変そうなので、なんかそこまでして子供たちをねちょっと疲れさせるのもあれかなと思うので、子供たちはそのディズニーシーの場に入れればいいって、そのなんかこう雰囲気を味わえたらいいって言ってくれてるので、今回はねちょっと初めてのディズニーシーだし
まあ、なんていうのかな、こうどんなもんかを見る程度ぐらいでもういいのかなと思ってて、彼女たちの様子を見ながらね、ちょっと進めていけたらいいかなっていうふうに明日思ってます。はい、でこんな感じで今日の動画はここまでなんですけれども、これからちょっとずつ日本の動画をね、皆様とシェアできたらいいかなと思います。はい、では今回も見てくださってありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。